こんにちは、モノブレットなぎんです。さあ、ということで、本日の企画なんですけれども、メンバーがいつものごとく撮影でうちに来るわけなんですけれども、YouTube の撮影自体が結構久しぶりなんですよ。先々週2回入ったんで、先週は撮影がなくて、久しぶりにこう、モノパレのメンバーでこう、集まって撮影をするんですけれども、久しぶりに撮影をするときって、なんかちょっとメンバーのことを愛おしく思うんじゃないかなと、僕は思うわけです。なので、本日は朝メンバーがスタジオに来たところを僕が待ち伏せして両手を広げて待ってたらメンバーはハグしてくれるのか検証していきたいと思います。カメラを割と分かりやすい位置に置いておきます。雑に。で、俺が手を広げてこう待ってるのは、あ、なんかの撮影してるんだなって察せるような状況を作っておいて、それぞれメンバー、ユッキー、ミリム、3部は僕にハグをしてくれるのか、それとも、何やってんのつってこうスルーしてしまうのか、こうメンバー愛が確かめられるいい動画になると思いますので、どんな結果になるのか見守っていただけたら嬉しいなと思います。僕の願望としては、全員こう何も言うでもおはようつってこうハグしてくれるのがやっぱ嬉しいですよね。ということで、早速やってまいりましょう。よいしょ。ということで、一人目、そろそろ来ると思うんで、カメラをセットして、待ちたいと思います。おはよう。おはよう。何これ。おはよう。おはよう。おはよう。何これ。おはよう。おはようございます。え、何。おはよう。何これ。この企画に何。気持ち悪い。何。おはよう。え、何。何だっけこれ。おはよう。だるいって何が望みなんですか。おはようございます。トイレ。トイレの前でも待ってみる。一回ちょっと粘ってみようか。しつこ。これは何、終わんないの。あー、ゆうみさんゲット。次来るやつ待ちたいと思います。そういう感じ。そういう感じか。そう、ゆきみさんが寝室の方に行ったんで、次はりむちゃんかサンバが来ると思うので、ちょっと同じように待っていきたいと思います。おはよう。おはよう。おはよう。何。違う違う。そうでアンガールズじゃない。求めてんのはすんなりだったね。おはよう。おはよう。おはよう。やっぱり夢ちゃんだわ。何が。カメラなんですけど、ハグしてくれる。お前のインパクト強すぎてカメラに目いかんかった。ここで待ってから。ということで、2人目りむちゃん成功でございます。間に合った。りむちゃんいいね。あら、女の子好きだわ。りむちゃんとゆきみが来て、今寝室で待機してもらってるんですけど、最後はサムさんということで、ここ結構鬼門だと思うんです。ちょっと挑戦していきたいと思います。でもさ、この前さ、サムがアゲインにキスしてくれるのかみたいな企画で、あいつ PL の壁を1個飛び出したから、ワンチャンしてくれる可能性もあるよ。ワンチャンね。はよう。めっちゃトイレ行き。おはよう。トイレ行く。おはよう。何？トイレ行ってくる。おはよう。トイレ。おはよう。トイレ。おはよう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 。素晴らしい。おはよう。これ合ってるか。ということで、3人全員クリアということで、やったー。ということで本日の企画、朝スタジオに来たメンバーにハグを求めてみたらメンバーはハグしてくれるのかでしたー。おもろいこれ。いや、やっぱりメンバー愛ですよ。いや、ですということで、ぜひね、皆さんもお友達にね、急にこうハグを求めてみたら意外と可愛い反応が返ってきたりすると思うので、ぜひ皆さんも真似してやってみてください。可愛かった俺は。可愛かったよ。可愛かったよ。三種三様の反応で正確でした。正確でした。この動画いいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは以上、モノパレットでした。もう一個終わっちゃった。やだ。どういうこと？そうです。毎回の現象もない。誰も曖昧な彼女望んでない。光が差す。これがカートならせ。今ハンコ再生上はなし。誰もが眠らない。スターリーゲッターエンドのまだ早い。モノパレット50thアニバーサリーライブ、はい、Naughty Royal がモノパレット初となるZEP花で開催が決定しました。結成当初からZEPで4人でライブをするのがまた一つの目標だったんですよね。よく話してたね。そうなんですよ。こういう5周年という記念すべき日に開催ができるということで、皆さんにね、足を運んでいただけるように全力で頑張っていきますので、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。ZEP花でお待ちしております。それでは以上、モノパレットでした。遊びに来てね。